はい、こんにちは、ブルーホースです。というわけでやっていきましょうか。グレイオールの竜塚続きということで、獣の神殿なんだけども、なんかすでに獣が眠ってるんだよな。そしてなんかもう、全員イナパウアーみたいな石像があるんですけど、とりあえずじゃあ、休むか。おやすみなさーい。で、皆さんにちょっとごめんなさいなんですけど、ちょっとグレイオールの竜塚、ここ入んの初めてなんですけど、あっちの方適当になんか冒険しちゃったんですよね。で、冒険したおかげでいろいろとこうなんか地図だけは広がっていって結局何もクリアしていないっていう状況ではあるんだけど、こいつは、敵？味方？ NPC ってやつ？どうなんだろう？近づいたら起きるとかそういう、父の根を渡す。アクション切り替え。あ？話しかける。おはよう。あー、だ敵じゃないのか。え？敵？じゃない。木の根を渡す。ああ、持ってる。あれ、おいつの間に手に入れたんだ。あ、どうぞ。え？匂う、死だ。ああ、こいつ、なんだ、NPC か。おう。食らわせろ。あれ、これ、もし俺が食われるんじゃねえか？大丈夫か？知らない？あ、スピット、もっと死を持ってこ、おお、ああ、了解です。ああ、俺、てっきり、こう、ぶち殺されるのかと思った。だこんなでっかいやつとやったらさ、なんかもうなんか、で我が瞳を爪をくれてやる。あ、はい、わかりました。多分攻撃したら、あれなんだよね。白面のバレンで、なんだー、めっちゃくれた。獣の瞳。つぶらな瞳的な。獣の神殿。こっちは特に、いけるあれじゃないんだな。絶対攻撃しちゃダメだよね。あ、わかりました、わかりました、わかりました。あ、せ。はい。で、そのなんか死の熱中のを集めてくるたびに話しかければいいって。え、これだけ？なんだよ、もったいぶってさ、じゃあ次回パートでお楽しみくださいって言ってたのに、もうおしまいかよ。あー。じゃあ帰るか。あいつがだからすげえ気になるんだよな、こいつ。結局ね、何もしないままだったんだよな。でもね、ここね、マップだけさ、こうやってさ、もうなんかめちゃくちゃに開放しまくってんのよ、実は。なんかここまでしかなかったじゃん、リムグレイブしかない、ケイリットって。こんなに広いのっていう感じなんだけど、こう行っちゃっていいのか、それとこいつをチラッ。それ銅像かな？いや、でも足2本生えてんだもんな。怖いよな。すり寄ってみる。大丈夫か？で、あっちの方はもう行っちゃったから、とりあえずリムグレイブをクリアしないことには、何のこっちゃかっていうところだから、とりあえずリムグレイブで、倒してない、なんか通常ボス中あたり、あのあたりをこう、なんかクリアしていくっていうのをこう、やっていこうかなって思うっていう感じですね。よし。じゃあ、とりあえず、新規ボス戦やってアイディアしよっか。お任せあれ。そう、海岸の洞窟、超暗いの。暗くて暗ってたまらないんですけど、なんだったっけな。なんかね、アイテムを持ってたはず、俺は。ちょ。あった、これだ。周囲のガラス片、薄汚れた。置かれた場所で7色使用する。ふぅ。明かりちっさ！ちょ待って。そんなんじゃダメだって。なんか、こうめっちゃ明かり照らしてくれる。残骸、遺跡。あれ？こんなしょぼい光で大丈夫か？ダメな気がするんだけど。とりあえず、そう、なんかね、皆さんがね、知らないところで、裏で実はこっそりとね、頑張ってクリアを目指してやってたんだけど、こうなんか、なんだっけ、祝福をこう広げていくことだけ頑張って、なんか、フィールドにいるなんかやべえ奴らとかは一切合切無視してたって感じだったんですよね。めっちゃ明るい。なんか奥光ってんな。あれでもなんか怪しい声が聞こえねえか？使わないと。よいしょ。見るー。そしてこんなキラキラ光ってんのになーぜ気づかない。ご褒美プレイでございます。お前誰だ？わー、なんかこれさ、狼のさ、巣みたいな感じになってない？他にもあるのかな？これ拾えたりしない？あー、もう一回使ったら終わりか。ってか、あとはあれじゃん。もう終わりじゃん。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ぷゆ。ほい。使用しましょう。ほいっと。ピーン。下に2体。
じゃあ上からマリコ行くか。上からマリコ、せい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 、オッケー、あ、いっぱい来たー、せいせい、甘い甘い、オッケー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 、上からマリッチ成功したぜ。来る？来ない？もう降りたら終わりなんだよな、これ多分な。おー、せい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 、こいつは大したことがないからあれなんだよな。ただね、規制を上げるっていうのがすげえ怖いんだ。また奥から来てる。奥からマリコ、うわ、下手くそ、下手くそ、下手くそ。それは俺のことだ。さあ行くか。じゃあこっち行くと、なんだ、え、ボスじゃん。じゃあ、古い騎士、イシュトバーン。よし、召喚召喚召喚。ってことは中に奥にいるのか、見当たる、いる、いないよね。来た来た来た、あ、来た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 。じゃあ行くか。タラッタラッタラッタ。あ、いるね。ゴリッゴリにいるね。これもしかしてさ、石頭さんさ、向かっていかないよね。勝手に向かってったりしないよね。大丈夫だね。石頭さん、あなたのせいでバレてるよ。行っちゃったー。ちょっと待って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 。しかも、なんか2体いるのかよ。おら、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 おめえ誰だ。おい、よし、オッケー、いいぞ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 、おらおら、ほ、いいぞいいぞ、石とば、石とばいいぞ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 、石とばいいぞ、石とば、石とばさんやるな。俺はやる、俺は逃げる、俺は逃げるぞ、俺は逃げる、俺は逃げる。ちょっと待って、ドリンキードリンキー、ふふふふ、オッケー、ポリンキーポリンキー、まずはまずはまずは一匹、石とば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 、よし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 、いったいったいった撃破、いった撃破。なんか雑魚がどんどん、雑魚がどんどん散出されていく。やめて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 、おらおら、なんか親分、親びーん。ちょっと待って、やばい、油断禁物、油断沈没する、油断沈没。オッケー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 、石とばつかりが神や、おい、一人だったら絶対にもやれてなかった、ありがとう。ちょ、ああ、消えた。石とば、お前のことは忘れないよ、石とば。石とば、ああ、銀色の蛍がいっぱいいる。なんかお前大丈夫？ビビっちゃってんのか。ご褒美をあげよう。ズンズズン。シャー。じゃあボスを一匹撃破したというところで気持ちよくなってきましたね。で、これはこっちの奥に行くとなんかあるのか？え？ OK。待って、なんかまだ進めるな。怖えな。これ以上進むのは怖えな。なんか銀色のホタルってなんかこう飛ばしてったら、こんにちは。違う違う。あれ？道具。あれ？なんか銀色のホタルっていうのは、虫？あ、アイテム素材。あ、そういうことね。知らんかったわ。じゃあちょっと使用する。ほい。あれ、食べて。ちょっと待って。こうなったら、装備を変えましょう。松明を実はね、買ってみたんですよ。え、ほい。ほい。いいね、いいね、いいね。あれってことは、こっちに抜ける道もあったってことか？こっちから来るのもありってこと？でもなんかさ、こうさ、警戒、わー。はい、はん、オッケー、遺体を漁ってみましょう。あれ？あー、びっくりした。なくなったのかと思った、火が。わー、いっぱいいらっしゃる。ふんふん、みなぎってんじゃねえや、みなぎってんじゃねえや、みなぎってんじゃねえや。めっちゃ後ろ行くやん、こいつら。こいつらっていうか、こいつだけど。ふい、オッケー。てか、親瓶がいなくなったんだから、潔くフォクシーになっちまえよ。フォクシーが親瓶だったわ、どうしよう。さあ、ずんずん登っていこうじゃねえか。デルトロイ、どこここ。あ、抜けてった先が、あ、これ海岸降りてきたの？ここどこ？ふん、ちょっと待って、これ本当にどこ？そして俺今何を持っているんだ？この武器は何を持っている？ザンバ刀。チャー、こわ。ちょっと待って、ここどこよ？はー、なんか孤島に来たぞ。知らん、こんなところ。ふん、くん。なんか筋力がついてるのがすげえ軽快にやってくけど。
あれ、カニがいるってことはさ、絶対親ガニいるべ。もう今更ビビらねえけどさ、ほれほれ、ほれ出てこいよカニ。あれ来ない。なるほどね、向こう側。あーってことは、ここのどっかで祝福があると、ありがてえ、カニカニって。そう、あの、今年の年末はあの、カニを食べに行きます。超豪華なカニを食べに行きます。義理の兄貴、あの、この間あれだよ、出てくれた義理の兄貴とね、あの、カニを食べに行きますよ。カニ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 、あれ全然親ガニ出てこないじゃん。なんだ、怖くね、この子もなんともねえじゃん。スン、スン。カニを食べに行ってね、いい温泉入ってね、いい景色、日本海を眺めながらね、もう、今年一年頑張ったよねーっていう感じでね、終わらせていきたいよね。だから、まあ、もうちょっと俺も頑張れば、今年の予算をね、営業的予算を達成してね、ボーナスが、まあ、なんだろう、理論練習値よりちょい上くらいで入ってくるんじゃねえかっていう説があるんだけど、まあ違ったら、まあ俺ドンマイって感じで。まあでも理論練習値を超えるね、年収がもらえたらだいぶ俺金持ちよ。うん。よっしゃ、行くぜ。よかった、祝福。ここにはいつでも来れるぜ。ロストリバーデルタへようこそで、なんか首のない、そう。え？に？竜の晩餐会ってか？てか、なんでみんな首がないのよ。これはなんだ？祭壇を調べる。バツバツバツ。信仰と神秘が足りないから、己が竜となし、竜の爪で切り裂く。前方を噛みつく。あ、でも消費 FP がエグいな。やっぱじゃあ FP も育てていかなきゃいけないんだな。こういうのを考えるとな。まあ、竜になって戦うかどうかっていうところの問題もあるんだけど、で、ここどこよ？なんか敵が一匹もいないのが怖いんだけど、逆に。てかマジ、ここ地図上で言うとなんていうところ？竜に会いたいだけ？え？そんなことある？こっち行っちゃうと、なんかスワーン言うてるし。ちょっと待ってね。じゃあ、馬に乗ってちょっと散策しよう。ここなんかある？ご存知の方いらっしゃる？オッケー、やったー。マジで何もないんだな、敵とか。こんな平和な島があっていいんだね。その平和を乱してるの完全に俺なんだけどな。スイスイツンツンツン。ああ、なんかあるあるある、死体。うわー、平和だね。死体があるだけって平和だね。コロッコロッコロッコロ。あー、じゃあかかじゃあ、もう亀の頭と書いて、鬼頭ちゃんが、あっち行っちゃった。こっちはいけない。こっち多分落ちたら、あれだね。あーって、トルーパーみたいになっちゃうから。トルーパーなんでさ、あんなさ、かっこいい声でさ、喋ったりさ、見た目もあんなかっこいい、シュールでかっこいいのにさ、落ちるときだけ、お釜になるんだろうね、急にね。あーっつって。で、この辺は、キノコ。ノコ、ノコ、元気ノコっと。あ、本当に何もないんだな、ここ。それだからなんか竜のなんちゃらっちゅうのを身につけるためだけにあるっていう感じかなっていう理解で合ってる。違ったらすげえ恥ずかしいんだけど。いやいや、お前ここにはこういう利用価値があってさ、とかってなかった。あれでもなんか音楽が一回消えてファーンってなり始めたんだけど、あ、なんかある、なんかある。これはなんだ？あ、ちょ。勇者の日会。え？勇者？人食うってか。ああ、まあこの世界ではカニバリズムが認められているのかもしれないな。よっしゃー、じゃあ次なる場所へ行きましょうか。次なるボスの位置はね、もうね、特定しているというか、こう、あの、兄貴とやってた時にさ、戦ってさ、できなかったやつあんじゃんね。それをやっていこう。ちょっと待って、よいしょ。違う、キュウキュウ。こうすることによってまたカニたま、ああ、カニ玉が復活するんだよね。オッケー。チャラッチャラッチャラッチャ。そう、地味にね、細い銃骨とか、あそこら辺を手に入れとかないと、うーっすいすい。そう。実はね、弓矢とか作るのに必要だったりするからね。んなことはどうでもいいんだ。そう、これ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 。ローガ夫婦剣。ローガ夫婦剣にフルボッコにされたから、ちょっとここをリベンジしていかないとさ、やっぱ、ボス戦もいくつかさ、やっておかないと、毎回何にもないと、面白くないもんね。さあ、行こうか。
グリムグレイブへようこそ参りました。でも今すらカニ、うん、お馬ちゃんがいた。あ、パカラ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 、あ、こいつらいるんだね。せい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 、待て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 、馬だと戦いにくい説。てか馬だとヒットアンドアウェイ戦法なんだ。めっちゃこいつ、あー、お前俺のエポラによくもやってくれたな、このバカタレンゴ。まあやられた俺が悪いんだけどさ、パカラッ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 、こいつはマジで何なんだろうな。芋虫小吉なんだよな。よっしゃ行くかー。さーって、ただね、問題はさ、一杯飲んどこう。問題はよ、これさ、入った瞬間にさ、じゃんけんポーンってさ、老が夫婦剣を頭踊りってて来るんだろ。おおお、キャ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 あ、てて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 ブラッドロス、ブラッドロス、ねえ、俺にはこいつは倒せないのか、騎士。いやー、さすがダリルだ。老が夫婦剣プラスウォーキングデッドの世界で生き延びていくほど最強の男。マリカの岬があれだな、近いやつだな。ちょっと待ってね。あいつの技を見極めないといけないんだけどね、未だにさ、こう、攻撃を仕掛けてくるタイミングと、それを避けた後の、その、キャパシティじゃねえ、なんだったっけ、キャパシティ何言ったんだ俺は。あったあったあった。でもここ優しいのがさ、わざわざさ、老眼夫婦家に戻る前に、あれだよね。よいしょ。あ、リベンジマッチ、老眼夫婦家ぶちのめす、天下一武闘会の開始じゃねえか。あー。行くぜ、先手必勝。お、先手。なんちゅう、にゃ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 んちゅう。飲む。急いで逃げろ。急いで逃げろ。オーケー、かわしたもん勝ちと思ったらかわされてる。よし、ちょ。I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. やった。 Darrowell is in need. マリルは裏切り者っていうことが分かった。よし、こいつが味方につくっていう裏技を見たので、こいつを引っ張って復讐のお時間です。さて、あ、いた、こいつだな。よし、召喚しましょう、そうしましょう。さて、こいつが来たからにはもう、死んできない？もしかして。あ、いた、ゆき。さあ、行きましょうか。もう負けないでしょう、さすがに。2対1と思ったらこっち来てる。普通に、おいねねねね、ふんふん、おきゃかか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 、卑怯者万歳、卑怯者万歳、卑怯者万歳。あ、ちょ、油断するとやられる、油断するとやられる。あ、ばおこ、かかかかかか、勝って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 、卑怯者で結構ありがとう。あ、元の世界戻ってた。早くない？なんかめっちゃ血流れてる。あれこれで終わり？あ、これがあれだったんだ。ブライブだったんだな。
なるほどな。指パッチンで呼び寄せるってまさにワンちゃんって感じだよね。まあ狼か。狼と犬ってなんかどっか違うのかな。そこら辺がちょっとよくわかんないんだけど、あ、めっちゃ血流してるわ。あ、いた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 。お疲れさんでした。ありがとうございました。Yes。あ、いやいやいや、こちらこそありがとうございます。なんかめっちゃくれる、ありがとう。なに、もし木の探石、ありがとう。あ、もしお前がこの来た レアルマドリードで少しばかり大きい鍛冶屋のじい様を見つけたら俺の紹介だって。なんすか、あ、きいい感じで磨いてくれるっていうところですかね。ありがとうございます。じゃあボスも2体ぶちのめしたしね、いい感じっていうところだったんで、一旦こちらでね終了とさせていただこうかなと思います。とか手に入った武器がすげえ気になるんだけど、何だったっけ。動画風も言い過ぎ、それ擦りすぎ擦りすぎ、ファルシュン違うな、違う、これか。いやー全然使えないですね。バツって書いてるってことは全然ダメなんだろうな、総重量がですよね。まあこれはまあ筋力を上げてってっていうところかね。よし、じゃあ今回も最後まで動画ご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。